どうなったかというとですね、こちらその飛行をブログでさらけ出すということを始めるわけなんですよ。これがねすごいんですけども、飛行を、今までテンテレのテンテレ時代はもう可愛いいい子、それで人気を博したんですけども、うん、今度そこから飛行に走ってしまうんですが、それを全て明け付けにさらけ出すことでまた新たな支持者を獲得していくという、そういうことでよろしいんですかね、これね。ありがとうございます、はい、よく言ったらそういう感じはいですね。これどんなブログだったんですか、うん、聞きたい。飛行をさらけ出すの意味がよく分かってない飛行をさらけ出すとどういう状態なのどういうの分からんけど、なんかサバイバルナイフをこうやってみたいなこと。違います、サバイバルナイフじゃないです。なんかその未成年らしからぬ行動を、はいはいはい、例えばですけど、はいはい、まあ、夜コンビニの前でたむろするとかもやっぱ憧れだったりするけど、やっぱりタレント子役やってるとそういうこともできないとか。